レールジェイス2筐体デラックスタイプ。レールジェイス2はセガが1994年にリリースしたトロッコ型ガンシューティングゲームである。1991年にリリースされたレールジェイスの続編である。しばしば線路を外れてまで爆走するトロッコに乗り込みながら敵の追手を振り払い脱出するのが目的のパニックライドアクションシューティングゲーム。画面に合わせて キャビネットが連動するシステムスーパーマジカルベンチシートを採用。キャビネットの駆動構造が前作の2軸から3軸へとなったため、より機敏に動作する。筐体にはジョイスティック型コントローラーが2つ、直付けされ、筐体は大きく分けて29型 CRT の SD 型と50型プロジェクターのデラックス型の2タイプが存在し、 前者はさらに前作レールチェイスからのコンバージョンが可能なものと姉妹作品のジュラシックパークからコンバージョン可能なものの2種類が存在する。モデル2バイト基盤使用により前作の 2D のアニメーションから 3D のポリゴンへとグラフィックが進化、多彩な表現が可能となった。ジョイステックには人差し指と親指の部分にトリガーが配置され、 どちらを利用しても同様に打つことができる。姉妹作品にジュラシックパークがある。また、似たシステムを持つ作品にレッツゴージャングルがある。パニックライドなだけあって、脱線したり、崖などからダイブしても必ず別のレールに無事着地するのが特徴。映画さながらのスリルと演出で、知りやすさとコミカルさを兼ね備える。ステージ分岐が多彩で、ステージによっては、 終盤間際にポイントを切り替え次の行き先を選択できるほか、ステージ内の出来事がそのまま次の行き先に影響するパターンもある。またステージ内での隠しコースも多数存在するため、あらゆるところに行ける感覚がある。ステージも序盤の要塞から、工場、村落、遺跡、鉱山、雪原、谷、渓谷、密林、市街地とバリエーションに富んでおり、 一度のプレイで全てのステージやコースを通過することはできないため、これらのシステムはリピーターの確保に大変有効であった。続編扱いではあるが、一部システム面に変更が加えられた。以下に代表的なものを記す。1938年、女性科学者マリー・ベイツが行方不明となる。新聞記者であるフリントリックマンはこの事態を強大な 軍事国家であるエッケル帝国の仕業であると突き止めた。世界侵略が進められ、秘密兵器開発を強要されるマリーを救済するため、単身エッケル帝国に潜入した、彼は彼女との接触に成功。帝国の兵器工場を爆破するが、反出用トロッコを利用するしか脱出する方法はなかった。二人はトロッコに乗り込み、エッケル帝国からの脱出を目指すことになる。 ザコキャラクターボスキャラクター、ありがとうございます。